はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。啊，我想今天非常棒的一个情境哈。那么也是在今天冲绳县的副知事赵威史先生亲自到来。那也非常感谢台语交流协会的奥正史所长亲自到来。然后呢，还有黄文士、黄议员，还有我们的三位议员，还有呢，我们台语秘书市长，还有春山理事长哈。然后还有台铁的公司等你站在，或董事等你在这里。太 OK 了。那更多的非常谢谢这些很多的小朋友哈，为我们来稳跟，非常谢谢你们，真的，我们掌声要谢谢他们，好不好？谢谢。沖縄県照屋副知事、対日交流協会奥所長、高文氏議員、陳前慶議員及びご来場の皆様、こんにちは。啊，今天我们齐聚一堂，然后在共同见证高雄冲绳市的副团长的盛大的开幕。那么啊，首先我要先代表高雄市政府呢，对于这个绕而来的冲绳的朋友们，表示最热烈的欢迎，而且同时也要感谢所有参与筹备工作的团队表示支持，对这次的张本林联会市民啊表示感谢。本日我们は一度に会して。高雄沖縄物産展の開幕式を盛大に迎えました。私は高雄市政府を代表して遠方からお越しいただいた沖縄の皆さんに熱烈な歓迎の意を表します。そして物産展の準備に携わったチームの皆様とご応援していただいた皆様に感謝を申し上げます。那么依据呢，日本观光局的统计呢，2024年上半年台湾赴日本的旅客，那么高达到 57.45 万的人次，那么创下了历史的新高哈。只是让台湾人爱心里蹦掉了哈。那么显见台日友好的程度跟与日俱增哈。那么民众赴日的需及药物的需求也逐步的在上升哈。那么目前我们高雄那么往返冲绳两地呢。啊，大致上有中华航空，那么同时有台湾府航的这个航班呢直飞，每一周呢大概有10班的这个相当的便利。那么未来呢，我们也会持续的来扩充这个新的航点，让南台湾的民众呢前往亚洲主要的各城市更方便，那并且吸引更多的公司呢来投资台湾。観光局の統計によりますと、台湾から沖縄へのその観光客はすでに57万人に達しています。高雄と沖縄は離れていますが、共に運営を通じてつながっています。素晴らしい生活を送ることを目的にしています。今回の墓参展は両地の文化交流をプラットフォームとなるだけでなく、両方の友好な架け橋でだけでなく、双方の物産展を通じて、私たちはより深く沖縄の独特な魅力や伝統芸能から現地の美食、一つ一つの商品に沖縄の人々の知恵と情熱が込められていることを理解することができます。高雄与冲绳呢，虽然分处两地哈，但是我们共同享有的就是海洋的连接，以及啊对美好生活的追求。透过这次冲绳部长作为我们的先驱啊，打开了即将不只是我们两地之间的交流的平台，我相信更是深化我们双方友谊的桥梁，让我们有机会能够更深入了解冲绳的独特的魅力。那么从传统工艺到地方的美食，每一件的这个展品都承载了冲绳人民的智慧以及热情。不好意思，不好意思。ちょっと前後がちょっと違ってきたんですけど、現在、高雄と沖縄の中華航空便と台湾の、航空便は全週で、毎週で10便ぐらい増えています。我々はこのような物産交流活動がお互いの理解を促進し、より広範囲の協力の機会を促進することを禁じています。在此呢，我要特别强调哈，高雄市政一直是努力致力于国际的这个交流跟合作。我们未来也凭借着各种物产的交流活动，能够拉近彼此的距离，进而开展更广阔的合作机会。那么，我们也期待未来能够跟冲绳县哈，在经济、文化、观光各个领域呢，有更深入的合作跟交流。高雄市政府は国際交流に力を入れています。
私たち高雄と沖縄との交流もこれからもっと進んでいけるように記念しています。希望しています。最后呢，我请诚挚的来邀请哈在场的每一位朋友们哈，那么把握这次的机会，那么亲身来体验Okinawa的风土人情跟美食啊，让我们一起来享受这场视觉与味觉的盛宴，共同创造美好的回忆。さらに沖縄物産展を通じて、私たちはより深く沖縄の独特な魅力や伝統芸能や現地の美食、一つ一つの商品に沖縄の人々の知恵と情熱が。再次的感谢大家的参与哈，那么祝福这一次高雄跟冲绳的部长的能够圆满的成功，那么也祝愿哈在所有的各在场的各位身体健康，万事如意。再度的感谢各位，谢谢。一緒に高雄沖縄プレスナックの M1 バスケイポートをご来場の皆様のご結婚とご発行を記念して挨拶を終わりたいと思います。谢谢、再次感谢我们高雄市长的副市长和青龙林副市长带来满满。苦要大开肩，砸你迎驾难路就，重生我藏锋，满腔飘散岁月。威士忌酒香气浓，梦化观光交流先行在心中。好胜威士忌在手，奔你城市的节奏。旅客来自四方走，彼此心灵更靠拢。冲醒指令在这里，甜蜜滋味在心底。繁花旅程和进口，共筑繁荣。左营站前，像那无限历史与未来交汇的点。旅客潮涌不曾停歇，合作机会随风如此。散情交流共同点，带来希望和信心。人才培育用不错，长久友好共创成。冲醒指令在这里，甜蜜滋味。共筑繁荣的未来，心左转站前，遇那无限历史与未来交汇的点，旅客簇拥不曾停歇，合作机会随风雨止，相前交流共同正带来希望和信心，人才培育用不错，长久友好共创性。